はダイスです。今回はこちらの車をナイスを見させていただこうと思います。はい、レクサス、白のレクサス、外側今くるっと回ってきたんですけど、めちゃくちゃかっこいいです。はい、まずは正面、やっぱりかっこいいですよね、ヘルマーク。そしてこのレクサスは、はい、レクサス LS バージョン CIPKG となっております。脇のフォルム、ホイールも L になってる。はい、鍵もお借りしてきたので行ってみようと思います。開け、おお、開いた。お邪魔します。すごい、あの茶色いところのラインがめっちゃおしゃれです。ドアのところにありました、セットボタン。じゃあ乗ってみます。よいしょ、はい、お邪魔しました。はい、このレクサス LS460 とお尻に書いてあるレクサスです。で、今運転席に来てるんですけど、乗った感じかなり横幅が広いです。まずはですね、鍵もお借りしてきたのでエンジンかけさせていただいて、運転席周りを見させていただこうと思います。おー、ずれたずれた、あ、すごっ。おー、音楽音楽、どこ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 、あれあれ、オーディオオーディオ、うーんとうーんと、あ、ボリューム、今日は10月25日金曜日です。すごい。ETC カードが挿入されていません。ほら、全部こう出るんですね。ここ出るんですね。すごい。あの、びっくりしたのがこれメーター。メーターすごい。え、レクサスのメーターってこうなってるんですね。かっこいい。え、貴重だなと思っていたのですが、デジタルメーターです。今日ね、15度でね、雨なんですけど、ちょっとね寒くなってきましたね。とか、そんな話をしながら見ましょう。今エンジンかけてある状態で、音静かです。すごく静か。あれ、これなんだろう、これって、あ、前の車感知するやつかな。ホールド、ここに音とかがあるんだ。これ多分ここでいじれるんですよね。これも話すになってるから、多分あの音声案内じゃないや、ボイスで操作できるボタンだと思います。ナビとかね、これ操作できるやつありますよね。ここについてるんだ。モードと、あとこっち電話になってる。あ、そっか、レクサスだから日本車なのでライトこっち、そしてライト、ウィンカーライトこっちですね。ウィンカーライトこっちで、こっちがワイパーになってます。脇側、ここの位置に、これは何だろう、あ、ミラー動かすやつとかいろいろありますね。これも、これ何だろう、ヒーターマーク、エコモードとかもあるけど、ヒーターマーク分かんないけど、難しいけどいろいろあります。とガソリンタンクと後ろはこの下についてました。ガソリンタンクと後ろはここでついてる。これ前かな、わかんないけどぽい気がしますね。わかんないけど。はい、そしてシート、運転席もなんですが、真ん中あの穴開きになっている革のシートで、触るのをサラサラしてて、ちょっとね柔らかい感じがしますね。
とは気になるこのサイドのボックス、大きい。あーすごい、ちょっと後ろにスライドしながら来ました。ここすごい。え、あ、お、お、20、いろいろ入れられるようになってるね。 USB と 12V 120W になってるもんなんかついてるのと、かなり、え、かなり奥行きがある。なんか何でも入れられそうな感じがします。え、すごいですね、これはすごい。こうですよ、この段階取りやすいですもんね、こうなった方が。で戻ってくるのも、あ、自動、ちょっと自動っぽい。お買い物とかして乗せるときかなりこれついてると楽ですよね。 BMW 今乗ってるのついてないんですけど、これついてる車を最近よく見ますね。かなり新鮮ですね。で運転席から後ろ見ると今こんな感じなんですけど、後ろも広そうです。すごい。じゃあ後部座席に行く、移動しようと思います。噛んじゃったそれでは後部座席行ってみたいと思います。はい、後部座席です。今下がってるところがかなり長い、長いです。車体が大きいなと思ってたんですけど、中もやっぱり広いですね。本当に足回りが楽です。座ってて膝から前がかなり空いてる感じになってます。すごい。私今座っててこんな感じです。かなり空いてますよね。そしてわき側エアコンがここについていて、下に何かがある。あ、100ボルトになってます。ここからも取れるんだ。そしてこれです。かなり大きいです。余裕がある。これなんだろう、どうなってるんだろう。ちょっと開けてみます。うわー、なんだ、なんかある。え、これ後ろのシートもついてるの。これ窓ですよね。うわっ、うわっ、あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。マジで、え、これ分かりました。シェードって言うんですか。あの、これで逆サイドが上がると思うので押します。押しました。これすごくないですか。ひ、あ、脇も行くんだ、すごー。何これ。じゃあ日差しが強い時にこれできるってことですよね。これはすごい。え、どうやって収納されてるんだろう。ちょっともう一回やってみますね。あの、後ろの三角窓のところの収納が面白い。3枚になってるから全部こう折れてこの幅だけに入ってるってことですよね。やばー、初めて見た。で後ろ、わ、後ろだ、後ろが上がった、すごい。じゃあこのボタンが前で見たのと同じだってことだと思うので、後ろの席で眩しいなって思ったら脇つけられるってことですよね。え、プライベート空間がすごい確保できると思います。すごい。え、ここ気になってるんですけど、この辺は開かない。あ、なんかある。うわ、ここにあるんだ、すごっ。それだとあれですね、こう下ろしといてこうやってここまで自由に使えるからかなりスペースが広い。だって飲み物ここに置いてあるよりはこっちの方が広くなりますもんね。え、めっちゃすごい。なんだここ、え、部屋じゃん、部屋じゃんって言ってしまった。すごいんですけど。え、あ、なんかね、もう一個見つけました。多分これトランク側と言ってるわけじゃないの。あ、ここだけ。え、私これ突き抜けてると今思ってたんですけど、ここにも何か入れられるんだ。でも大事なの、ここに入れてしまっておけるってことですよね、こうやって。え、こ
これすごい。だってしまっておいたら大事なの入れてても大丈夫じゃないですか。え、感動、感動する、これすごい。全部閉まるんだ。トランク開けました。広い、トランク広い。ゴルフバッグだったら横で2本いけますね。2セット乗ると思います。かなりね、深さがあります。広いな。やっぱりエンジンルームでした。開けよう、行ってみます。開きました。あ、かすごい、かっこいい。なんだこれ、え、こんな乗ってるんですか。うわー、全部カバー。私全部カバーなの初めて見ました。すごい、めちゃくちゃかっこいい。これ V8 っていうエンジンの種類になるのかな。え、めっちゃすごいですね。押せ液とかはもう別口ですぐ入れられるようになってるし、こっち側、これエンジンオイル、見るとこですよね。こういうのは埋まってるというか中にはないですけど、カバーが本当にかっこいい。なんだこれへー、すごいですね。こんなになってるんだ、かっこいい。でも本当に静か。はい、ということで今回はレクサス内装とうとう見せていただきました。レクサス初めて見たんですけど、本当に高級感がすごくて、中もシンプルだし、エンジンルームも驚きましたし、後ろの後部座席もすごいので、座り心地かなりいいんだろうなと思いました。この動画が少しでも良かった方は高評価